はい、どうもゆうたです。今回はですね、めちゃくちゃすごい VAB のちょっとね、オーナーの方とちょっとお会いする機会がありまして、ちょっと取材 OK ということなんでね、こちら VAB の前期なんですけど、元 D ランゲージさんのデモカーでございます。ちょっとね、早速もうエンジンルーム見えてると思うんですけど、ちょっとね、いろいろ見せていただきたいと思います。じゃあまずね、外装から見ていきたいんですけども、外装の方がね、こちらナローボディの感じで、あのね、派手にやってないところがすごいね、共感できるんですけど、フロント、まあ横、サイドとリアと STI のあの純正オプションの、スポイラー類がついていて、派手になっていないんですよ。で、そうですね、まあフロントのバンパーとかで特に変わってなくて、でホイールの方が ZE40 ですね、多分これになってますね。でブレーキが僕と一緒のあのエンドレスレーシングモノ6、だこれ肉抜きしてない軽量化バージョンではないんですけど、あのかなりいいものが入ってます。で見る感じ多分355mm かなっていう感じですね。でタイヤの方が71R かな、71R の、タイヤサイズが、265/35/18 ですね。まあ、定番のサイズですけど、このショルダーちょっと見てください。結構ね、オーナーさん使ってらっしゃいますよ。結構いい走りしてると思いますよ、このタイヤ見る限り。で、まあ、横は特に変わってなくて、あ、爪折り加工もあのしっかりされていて、で後ろもまあ 71R ですね、265/35/18かな、投資ですね。はい、でリアビューの方ですけど、まあマフラーの方が多分藤坪さんの一本出しになってますね。であとはまあ純正テールで、リアウィングがバリスのカーボンタイプのものがついてます。まあ、VAB 結構定番ですね、こちら。はい、でこちらエンジンルームですよ。で、エンジンの仕様の方が、2.3 リッター化されていて、D ランゲージさんのデモカーだった時は確か2リッターの時と 2.2 リッターの時があったみたいで、で筑波のベストタイムが、1分フラットに1分0秒2くらいだったかな。でこちらが今ね 2.3 リッターになってるんですよ。でまあつくばも踏ん切りできるような仕様になっているみたいで、でまずこちらにインタークーラーがないんですけど、あの前置きになってるんですよ。こちらここに見えると思うんですけど、あの前置きのインタークーラーになって、パワーがね出ています。で、細かいところ見ていくと、まあ、こういうところはね、遮熱の、あのテープがあったりとか、あとは、まあ、これブーコンですね、 EVC がついていて、でこれはまあ定番の、まあ、カーボンサクションからの、毒キノコからので、しっかり遮熱の方もボックスでされております。でね、このね、インタークーラーじゃない、ラジエーターがね、純正風チックなんですよね。アルミのではなくて、カルソニック関西？関西。関西か。なんか GD とかのような感じのに似てますね。はい。で、あとはね、バッテリーがめちゃくちゃちっちゃい。この軽量化してるあたりがね、
本気度合いをね示していますよ。でウォッシャーのタンクの方もあのこう袋タイプにして多分軽量化ねきっちりされています。でこれは多分あのオイルキャッチタンクかな、多分ブローバイ、多分そうだろうね、このブローバイだと思うんですけど、このホース見る限りがついていて、あとはまあピッチングストッパーもレールのものになっていますね。そんな感じですかね、エンジンルームは。はい、ね、内装の方を見させてもらってます。シートがね、ブリッド、フルバケ2脚入ってます。で、あと変わってるとこはシフトノブが変わってますね。で、あとはまあダイヤルもね、ちょっとおしゃれになってます。で、P ラップついてますね。これサーキットでタイム測るやつですね。で、あとまあステアリングは純正になってますね。で、まあこちらにブーコン EVC がついていて、で、こちらがブリッツのなんかマルチメーターみたいな水温、吸気温、オイル、油圧、点火時期、外気温とね表示されています。そんな感じかな、内装は。あ、で、後ろにじゃん、こんなとこにねタンクがあるんですけど、インタークーラーのウォータースプレーがね、タンクがこんなとこについています。